サッカーファンの皆さん、こんにちは。今日も大勢のサポーターで満員のスタジアムはすでに興奮のるつぼと化しています。実況は私西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしています。ヨーロッパのクラブチームによるこの国際大会はリーグフェーズ最終節となりました。激戦が予想されるこの一戦、PSV がリバプールを相手にします。サポーターの盛り上がりを見ても明らかですが、この大会は今日もかなりの注目を集めていますよね。選手たちもここで恥ずかしいプレーはできないと闘志を燃やしているんじゃないでしょうか。熱戦を期待しています。ホームチームのラインナップです。一般的な 4-3-3 も採用しました。3トップの連携が重要なシステムです。こちらがリバプールの先発メンバーです。ゴールキーパーはアリソン・ベッカー、アレクサンダー・アーノルドとロバートソンがサイドバックに、そしてトップはダルウィンです。PSVのボールで試合が始まります。裏へのロブパス、チャンスになりそうです。ここは抜いてきた久保、決まった、ゴール。デビュー戦にして早くもチームの期待に応えています。2対1でしたからね。これを止めるのは難しいですよ。キーパーは味方に文句の一つでも言いたいでしょうね。さて、ここで他会場の試合経過をお知らせいたします。バイエルンの試合でゴールが決まったようです。はい、1点目のゴールがバイエルンに生まれています。現在スコアは1対0、時間は5分を過ぎたところです。わかりました、どうもありがとうございます。これは絶妙なスルーパス。スルーパスでしたが合わないか。これが入りません。信じられません。余裕がありすぎたかもしれません。さあ、スタジアムのテンションが上がります。今の場面はファールをしてでも相手を止めようとしたようですね。これは警告を受けるかもしれません。いきなりイエローが出されています。この後激しく行きづらくなりますから、この時間帯でのカードは痛いですね。壁になる選手にキーパーから指示が出ています。直接狙える距離ですからね。キーパーがボールをキャッチ。ペピ、これは裏へ出してきました。ちょっと強すぎたか。早くも同点ゴール。
試合開始直後からご覧の激しい攻防。両チームとも前半から全力で勝ちに来ている様子がうかがえます。ゲームの流れを先に掴んだチームが優位に立てそうですね。リプレイが出ます。いいカウンターでしたね。ボールを奪って一気に攻めに転じました。そして最後は強烈なフィニッシュ。キーパーとの1対1でしたが冷静にかわしましたね。このプレーにはキーパーもお手上げでしょう。ボールはリバプールから相手に渡ります。ラング、シュートまで持っていきたい。ここはキーパーが死守。試合はコーナーキックから再開されます。中を狙うか。これは大きく外れました。マークされていたのでしっかりと頭に当てられなかったようですね。さてどうやら他会場の試合で PK があったようです。はい、ブレストに PK が与えられました。しかしシュートは入らずチャンスを生かせませんでした。スコアは変わらず0対0のまま。時間は17。アーソンのセーブ、まだインプレーです。ダルビン・ヌニエス、久保抜いてきたぞ。別のディフェンダーがカバーしました。チャンスを与えません。カウンターも狙えます。不審の旗が上がりました。オフサイド。久保、ディフェンスが冷静に処理します。このプレーは当然オフサイドでしょう。ダルビン・ヌニエス、これはナイスパスカット。おっとクリアしきれていない。押し込まれていましたが難を逃れました。フラッグが上がっています。オフサイドです。さてここで他会場の試合経過をお知らせいたします。スポルティングの試合でゴールが決まったようです。はい、最初のゴールがボローニャに生まれました。現在スコアは1対0。時間は28分を過ぎたところです。はい、どうもありがとうございました。また動きがあれば報告をお願いします。さあ勝ち越しゴールとなるか。ポゼッションを取り返す。大きくクリアして危機を出しました。審判はリバプールのフリーキックを指示します。噂されてはいましたがどうやら移籍が正式に決定したようですね。才能の塊のような選手ですね。このまま順調に成長していければ世界に名を轟かせるスターになれるだけのポテンシャルがあります。いい位置でカットした。ディフェンダーを抜いた。シュートはまっすぐにキーパーの手の中へ。さてここで情報が入ってきました。ブレストの試合でスコアが動いたようです。はい、このタックルはファールを取られます。おそらくイエローでしょう。危ないシーンでしたがクリアして攻撃を断ち切りました。かなり押し込まれた位置でしたがうまく対応しました。ここはカウンターアタックを狙うか。
いいタックルでしたが、まだピンチです。これはオフサイドです。タックルが決まりました。ボールはタッチラインを割ってスローインです。久保、マークを振り切ります。これで勝ち越しか。まだ攻撃は続きそうです。このシュートにキーパーは反応を見せません。明らかに外れそうでしたからね。裏へのいいパスが出た。スルーパスを狙った。これはナイスセーブ。キーパーのファインプレーです。レフリーの笛がない。さあ後半です。ここまではどちらも譲らない試合展開でした。ロブパスで味方を走らせます。チャンスになるか。これはリバプールのフリーキックになります。福西さん、次にもう一度やるとカードが出そうですね。ええ、他のレフェリーならカードが出たかもしれません。ここは注意に留めましたね。福西さん、前半の久保のプレーには注目に値するものがありましたよね。1点挙げたシーンは見事でしたね。かなり乗っているので後半は勝ち越しゴールもあるんじゃないでしょうか。さて、他会場で行われている試合の情報が入ってきました。抜いた。周りを確認したい。入りません。一体どうしたんでしょうか。キーパーとの1対1ですから冷静に決めてほしかったですね。裏へのロブパス、味方が走っています。このパスはカットされます。ダルビン・ヌニエス、これは裏へ出してきました。裏へ通る。このシュートは惜しくも入りません。流し込むだけでよかったと思うんですが、ちょっと強すぎましたね。いいパスが通った。鋭いシュートはわずかに枠の外へ逸れていきました。強く打った分だけ精度を欠いていましたね。ただ狙いは良かったと思います。アレキサンダー・アーノルド、これはいいロブです。チャンスになりそうだ。裏のスペースを突こうとしましたがオフサイドになりました。前に出るタイミングが早すぎましたね。狙いはいいので同じような形でどんどん仕掛けていくといいでしょう。ダルビン、狙っていった。止めた。ここはキーパーが立ちふさがります。遠藤、狙ってきた。キーパー反応した。ボールを弾く。ボールを入れた。キーパーがセーブ。
守護神の名にふさわしいパフォーマンスです。相手を突き放すチャンスでしたが得点にはなりませんでした。決めておきたい場面でしたね。た、来たか。まだ安心はできません。来た、ゴール。再び相手を突き放します。確かにシュート自体は悪くないですが、どちらかというとキーパーのミスが招いた失点のような気がします。せめてニアポスト側のコースは潰しておきたかったですね。ライン際でキープしました。ゴールに迫ります。オフサイドの判定でプレーが止まります。ペースペイが選手を交代します。さてここでスタジオから情報が入ってきました。エスタディオでモンテリミで行われている試合でスコアが動いたようです。はい、アリソンのダイビングセーブ。コーナーから中へ、高い位置からプレッシャーをかけて取り返しました。これはチャンスか。絶妙なロブパスです。ゴールを見る。危ない場面、 PK だ。 PK ゲット。リバプールにビッグチャンスが訪れました。ファールです。迷うことなく PK を指示しました。ちょっと無理に行き過ぎましたね。カードが出ないのはラッキーでした。これを決めて3対1にできるか。きっちりとペナルティーキックを決めました。シンプルに沈めてきましたね。いい PK でした。キーパーは一か八かでダイブしましたが完全に読みが外れてしまいましたね。絶好のチャンスです。ペースフェイ考えるまでもありませんでした。攻撃は失敗し相手ボールです。今ならカウンターも狙えます。さあチャンスだ。どう動くか。決まった。これで1点差です。流れを引き寄せ同点も見えてきました。映像が来ました。ボールを奪ってからあっという間の攻撃でしたね。相手は対応が遅れています。最後は確実に決めてきました。2対1のシチュエーションをうまく活かしましたね。
点差になってしまい、監督の表情からも余裕が消えたようですね。アタッキングサードに入ってきた。いい寄せです。ここで攻撃を止めます。ダルウィンがボールを前に持ち込んでいく。おっと、とどめの一撃か。入った、ゴール。ここで追加点。試合終盤にリードを2点に広げました。落ち着いていましたね。ショートレンジからあのタイミングで打たれてはキーパーも反応できないでしょう。監督もここまでやられるとは思っていなかったでしょうね。フラストレーションが溜まっているのはよくわかります。さて、ここでスタジオから情報が入ってきました。ビラパークで行われている試合でスコアが動いたようです。はい、2ゴール目がアストンビラに生まれています。現在スコアは2対2。時間は82分を過ぎたところです。わかりました。経過報告ありがとうございます。カウンターのチャンスです。ロサノ、いいクロスだ。相手陣内まで攻め込むのは成功しましたが、ゴールを割ることはできませんでした。ここでゴールできなかったのは痛いですね。もっと慎重になるべきでした。ですがペースは握れたと思います。いいロブですね。このパスからチャンスを作れるか。ディフェンスボールを奪います。高い位置でカットしました。プレスが効いています。審判はペースへのフリーキックを指示します。試合終了まで1分も切りました。アディショナルタイムは5分と表示されています。キエーザ、これはチャンス。これを防いだ。危険な位置からのシュートでしたが、見事に止めましたね。これはショートコーナー。ここでなんとかボールに寄せてきました。ラインを割りました。判定はコーナーキック。ショートコーナーだ。試合終了のホイッスル。この結果によってチームは見事プレーオフ出場を果たしました。シーズン最終節までよく戦い抜きましたね。プレーオフでも選手たちの勇姿が見られるとあって、サポーターも喜んでいるでしょう。この先も熾烈な戦いが続きますが、シーズンを通して成長してきたチームのさらなる活躍に期待しています。さて福西さん、今日の試合は久保がひときわ大きな存在感を放っていましたね。2得点の活躍でチームの勝利に貢献していたので上手。